シェーン、はい、今日柴田さんからもらいました。ノーミス、はい、消してきて消してきて、はい、消してきて、走って走って、早く柴田さんからもらったノーミスギリシャヨーグルト蜂蜜村、蜂蜜村じゃないや、蜂蜜好きだ、村じゃなくて好きだ、蜂蜜好き、はい、柴田さん、はい、僕たちのふるさとはヨロン島です。ギリシャです。え、ヨロン島じゃないですか。ギリシャですよね。最高なんだよ。蜂蜜村かと思ったら、蜂蜜村かと思ったら蜂蜜好きだった。蜂蜜村かと思ったら蜂蜜好きだった。はい、間違えちゃった。誰でも間違えます。バンドとか誰だよ。俺蜂蜜が取れないよ。あれあれ、やれるよ。知ってる。どこ出身ですか。はい、こんな高級なヨーグルトを柴田さん僕にくれました。だって僕ヨーグルトあんま食べたくないんですよ。僕はヨーグルト、キリマさんのおやつ、自分が嫌いだからって私に食べさせた。自分好きなんですけど、家にあるんですけど。今嘘ついた。今嘘ついた。キリマさんの前にあげるしかないかなと思って。超すげえ、おいしい、マジで、はい、あと僕今日食べてないんですよ。すごい、今のプーさんみたいな。プーさん、はい、今プーさんで言いました。プーさんって言ってます。プーさん、じゃあこれでいただきます。おお、美味しいね、これね。なんか、ね、今月の16日までって書いてありますよ。何が？あのキャンペーン、なんかセブンイレブンのキャンペーン。あ、世界チャンピオンも。世界チャンピオンだった。美味しいわ。濃密。はい。柴田さんってさ、はい、おばあちゃんがさ、はい、ドイツ人じゃん。違う。違う。なん？ドイツ人なわけないじゃないですか。日本人が呼んでる。あ、日本人。お侍さんか。美味しいこれね。何次第だよ。何次第？本当美味しいマジで。美味しいね。食べたことあった？いや、今日は後でね、キリマさんに食べたの試食、食というよりはキリマさんに食べてもらおうかなと思って、はい、自分ありがとうございます。はい、これ本当美味しかったです。はい、ありがとうございます。はい、早く働いてくださいよ。